チャオ、あっちゃんです。今日は、5月の9日、あっちゃんのお買い物紹介です。今日買ってきたものね、順番にいきます。タイ、マダイ、お刺身用の天然マダイ、香川県産。それと、イカのゲソ、これね、コウイカ、モンゴウイカのゲソ、これがね、タイはね、598円、ゲソはね、298円の2割引き。これもね、賞味期限まだ10日まで、足はだから大丈夫。あとね、ささみがね、パック1、2、3、4、5、6、7、8、9本。10本ぐらい入って、358円。さみ。で、でね、鶏のね、ミンチがね、もうなかったんよね。もっと欲しかったんけど、売ってなかったんで、もう最後、全部ちょうだいって買ってきてんけども、桃ミンチが、141g、胸ミンチが、190g、トータルで 331g。はい。作りたいものがあってね、まあまた作ります。それとね、桃が、国産の桃が3枚。3枚で 764g。はい。それと、ちょっと作りたいものがあってね、チーズを買ってきた。モッツァレラとカマンベールと鉄分チーズ。ちくわ。お豆腐。国産大豆の絹ごし豆腐。これ200円の豆腐。と、餃子の皮と、春巻きの皮、これちょっとしてましたね、欲しかったんですけど、今日作るかどうかわからへん、また今度ね、作るかもわからへんっていうのを買ってきた。アーリーレッド、紫玉ねぎ、ニンニク、国産のニンニク、和歌山県産のニンニク、3個入りで238円。ヒルゼン牛乳プレミアム430円。めぐみの牛、ヨーグルト。それとね、大根、やすさちゃん68円。で、ニラ88円。オクラ98円。で、無添加のパン粉。これ203何本ぐらいかな。で、北あかりが230円。じゃがバタしようかな。人参3本、108円。で、きゅうり、4本で140円。いりごま。値段忘れた。で、リコピンリッチのトマトジュース。と、あと、リコピンリッチのトマトケチャップ。以上ね、これちょっと今日買ってきてんけど、そんなにね、大量買いじゃなく、軽くね、ちょっと買ったんやけど、今回ね。で、もう一回ね、週中に買い物行こうかなとは思ってんね。で、今日9日やからね、で、まあ、1日にお買い物行ってきて、で、今日8日でしょ。だから、1週間で行くんやったら今日のお買い物で大丈夫。1週間1万円で。で、前みたいに10日で1枚にするんでも、明日からの食材で大丈夫っていうことなんでね。まあ、どっちにするかちょっと悩んでるところ。で、まあ、トータルで1ヶ月で3枚なのか4枚なのか、1週間、2週間、3週間、4週間って感じだからね。そういくかどうしようか悩んでるところやねんけどね。まあ、ちょっとね、節約をしながら、でもやっぱり、節約って簡単でね、産地とか、質を落とせば簡単に節約できるけど、そうじゃなく、あっちゃんは質を落とさずにね、いいものを食べて節約したいなっていうのがあって、そこちょっとこだわってるんで、こだわりは外さずに、頑張っていきたいなと思ってるんだけどね。そんなこんなで、今日のあっちゃんのお買い物、軽く、そんな感じで、紹介しました。で、今日のね、お買い物ね、こんな感じやったんでね、全部でトータル何倍やったかな、4000円ちょい、5000円いってないかな、そんなもん。あ、忘れた。これはちょっと高いんだけどね。で、この中でね、
ケチャップとか、ケチャップとかそういう、もんは省く。食材としていかへんやつは省いていくんでね。まあ、トータルでね、4000いってないんちゃうかな。うん。ね、パルメジャーノ・レッジャーノチーズ。これね、1500何本やってね。これね、成城石井があってね、そこで見つけて、パルメジャーノね、売ってないのなかなかスーパーで。売ってても普通のパルメジャーノやけど、これ24ヶ月熟成やね。あとはその、やっぱり熟成度合いの深いやつの方が味が美味しくてね。24ヶ月熟成のパルメジャーノ・レッジャーノチーズ。100g あたり559円で、これちょっと特価って書いてないけど、1520円、272g あってね。1520円。まあまあ高いんやけど、これもなかなか持つしね。結構ね、風味もすごくいいしね、パルメジャーノ・レッジャーノは24ヶ月が欲しくて。前買ったやつがあるんだけど、あれじゃ24ヶ月じゃないね。風味ちょっと薄いかなと思うねんけどもね。これはもういろんなパスタにも使えるし、サラダにも使えるし、ローとか使えるんで、これもう重宝するね。これはちょっと高いねんけども、買いました。うん。ということで、今日のあっちゃんのお買い物は、まあこれがメインかな。なかなか成城石井行くことなくてね、今日ちょっと用事があってね、出かけたんで、買ってきました。柏原まで行かないねこれは。これちゃうわ、成城石井ね。だから、なんか、あんまり高くていかへんねんけどもね、たまにこういうのを売ってるから行ったりする、うん、ね。まあそんな感じでね、今日のあっちゃんの、買ってきた食材紹介でした。ね、なんかね、今日はね、ちょっといろいろとね、だるもな感じでね、雨降ってるし寒いしね、めっちゃ寒いよね、今日ね。だからもう、はい、もう着替えしてね、あったかい服に着替えて、晩ご飯作りにしようかなと思って、もうなんかもう部屋着に着替えようかな、もこもこのね、な感じで、今日は、言ったらね、パジャマ兼部屋着でし、結構ずっとパジャマにおるって言うけど、パジャマってか、あれあっちゃんの部屋着やからね、部屋着兼でパジャマに使ってるから、パジャマに使って翌日部屋着みたいに着たりするのしてるから、いいんじゃないのかなとは思うんやけどね、まあまあまあ、その後どうでもいいや。はい。あんまりガタガタやつの聞くこと気にしちゃうとこ。はい。ということで、まあまあ、この後これを着替えしてね、寒いんでね、あったかくして、晩ご飯作りたいと思います。5月の9日なんでこんな寒いんでしょうね。また霜降りだから多分上のルッコラちゃんが枯れてるかもわからんね。霜降りと一発なんよね、ああいうね、イタリアン系の、ああいう葉っぱ類、葉物類っていうのね、本当に。5月に霜降り、どんだけ寒いねん、今年はって。氷河期に近づいてるよね、って感じでね。温暖化へとったの誰じゃみたいな話やけどもね。うん、まあ、そんな感じで、今日のあっちゃんのお買い物紹介、この辺で終わりにしたいと思います。まあ、ちょっとね、今から晩ご飯を作る。まだもうちょっと休憩してから作るんやけどね。まあ、そんなこんなで、今日のあっちゃんのあっちゃんのキッチン、この後、何かしら作っていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日は、あっちゃんのお買い物紹介、お付き合いありがとうございましたって感じです。ではまたね、バイバイ。